私の母がもともと地元のテレビ局でアナウンサーをしてまして、大学生の時に私も少しばかりお仕事をさせていただいておりまして、その時にちょっとテレビに出るお仕事もさせていただいて、で原稿を初めて読んだ時に褒めていただいて、それがすごく嬉しくてもっとやってみたいなと思いました。私今目覚ましテレビでスポーツキャスターをさせていただいてて、目覚まし土曜日でも今オリンピックに向けていろんなアスリートの方に取材に行く機会があるんですけど、密着取材をして一日一緒に練習したりとかしてるんですね。でもそれはやっぱり自分が10年間スイミングスクールに通って練習してたのは少しは生かされてるんじゃないかなって思ってます。冬はアイスホッケーもやってて、金ヶ崎のスケートリンク場によく父に連れて行ってもらってました。高校2年生の頃にオーストリアの方に交換留学という形で行かせていただいて、子どもたちがみんな話しかけてくれるのは英語で、こんな小さい子どもなのに英語喋れるんだってすごい衝撃 でそこから私も英語喋れるようになりたいと思ってすごい英語勉強しました。毎年春になると必ず水沢公園の桜を祖母と両親と兄とか家族みんなで見に行っていたのはすごく思い出で、またみんなで見に行けたらいいなと思います。東京から岩手に帰省すると新幹線降りてもうすぐに何回も深呼吸したくなるぐらい空気が本当に綺麗なんですよ。でそれは岩手に行った時は全く気づかなくって、で東京に来てから帰ると本当に思いますね。あとはお水も本当に美味しくて、なんといっても料理も美味しい。え、こんなに料理美味しかったんだっていうのに改めて気づかされました。食べ物の美味しさっていうのをいろいろなところで私も発信していければいいなと思ってます。ずっと小さい時から朝は目覚ましテレビを見て育ってきたんですけど、今実際にその目覚ましテレビに出させていただいていること自体が私はなんかやりがいを感じていますし、アナウンサーになってからはもうなかなかそんな普段出会わないようなオリンピックに出場するような選手だったりとか有名な芸能人の方だったりとかお会いする機会もあるので魅力的な仕事だなと思います。羽田選手に言われました。奥州市って日本で一番いいカヌーのコースがあるところだって言われて、伊沢ダムは知ってたんですけど、そこにカヌーのコースができたっていうのを知らなくて、本当に自然豊かな場所なので、はい、まあカヌーだけじゃなくてもいろんな競技ができるんじゃないかなって私は思います。目覚ましテレビ目覚まし土曜日はなかなか早起きが辛くて見られない方もいらっしゃるかと思うんですけど、朝は8チャンネルをつけてぜひ見ていただきたいなと思います。